枯草の中野のウサギは、アメリカ合衆国の画家である、ボストンの地方医師の家に生まれた。ニューハンプシャーの自然の中で育てられ、自然に興味を持ち、ジョン・ジェームズ・オーディボーンの鳥類図鑑、アメリカの鳥類で鳥について学んでいた。15歳の時、アマチュア画家で動物画家のモースと知り合い、鳥や野生動物を描く技術を学んだ。姉のエレンにも、モースから学んだことを教え、 姉は後に植物画家として知られるようになる。18歳でニューヨークに出てブルックリン美術学校で学びナショナルアカデミー・オブ・デザインでウィル・マースに学んだ。この頃有名な彫刻家になるダニエル・チェスター・フレンチと知り合い親友となりまたケイト・ブロードと知り合い1875年に結婚した。1875年からフランスに留学し3年間 パリの国立高等美術学校でアンディ・デーマンやジャン・レオン・ジェロームに学んだ。1879年にアメリカに帰国しニューヨークに住み画家としての仕事を始めた。はじめバルビゾン派の影響を受けた風景画や動物画を描いていたが人物画を多く描くようになった。1889年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回員に選ばれ、1901年に 正会員に選ばれた。1901年からニューハンプシャー州のダブリンに家族と住んだ。セイヤーは動物の退職や模様による自然界でのカモフラージュ効果について研究し、カモフラージュ技術の先駆者となった。1892年にカウンターシェーディングなどの動物界の保護色の減少について著述している。1909年に息子のジェラルド・イイチ・アボットと 動物界の色彩隠蔽、色と模様による隠蔽法則の図鑑を出版している。ありがとうございます。